アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会は注目されていたゼロ金利解除の時期を示しませんでした為替は円安が加速し1ドル108円台をつけました6年ぶりの円安水準です金融政策の発表を受けてドル買い円売りが進みまして現在1ドル108円台をつけています FRB FOMC のイエレン議長は F C、・ 連邦公開市場委員会の後会見し事実上のゼロ金利について経済情勢に基づいて判断するとして解除する時期には触れませんでした一方 FOMC のメンバーが来年末の金利水準の予測を引き上げたことなどを背景にニューヨーク市場でドル買い円売りが進みおよそ6年ぶりに1ドル108円台をつけました またダウ平均株価は史上最高値を更新しています。